こんにちは、マーティン。ダーノミヤクーボイ、キングテクです。今日は東北地方の方言オノマトペ。イエーイ。北海道、青森で使う方言、ニヤニヤ。それは、お腹や胃が痛い、気持ち悪い様子を表し、お腹がニヤニヤする。そういう感じですね。はい。続いて、福島県で作った、ぼやぼや。それはですね、まあ、蒸し暑い様子を表し、ぼやぼやとして、鬱陶しい感じです。続いて、東北地方、新潟で使われたギガギガです。ギガギガは何かというと、ギラギラと同じように金目のもの、まあ、光り輝く様子です。もうギラギラ。お金がギラギラ。山形と新潟ではツルツルと同様、雪の表面が硬くなって、硬く凍って滑るようになった様子も使うんです。続いて、山形県で早々は何でしょう。山形ではミントを食べた時などのスースーするような様子を表す。口の中がソーソーすると使うんです。東北地方の方言はいろいろいっぱいありますね。はい。というわけで、東北地方の方言オノマトペでした。バイバイ。